カラスライ、ロープウェイは台湾に北市カラスライ区にあるカラスライ幕府と山頂の遊園地、雲仙楽園を結ぶ観光用作動路線。台湾で初のロープウェイ導入事例であり、登山用と下山用の車両が交互往来している。南西系にそびえる急旬な断崖絶壁場にあるアミューズメントパークの雲仙楽園がそのアクセス手段として整備したのがこのロープウェイである。 乗車中に南西渓谷を越えながら様々な角度からカラスライバクフを眺めることができる。路線延長は380メートルで、高低差は164.59メートル、最大傾斜角32.5度、運行速度は秒速3.6メートルで、所要時間は2分40秒。運行時間は午前8時30分から。 乗客数に応じて10から20分間隔で運行している。17時30分以降はデマンド運行で22時以降は発車しない。日本の安全作動車が設計試行を担い、1964年にカラス来空中ともずな社工士を設立して着工、1967年8月6日に開業した。建設当時、日本の専門家チームを招き、 地質が軟弱な岩盤ではなく謙虚な結岩に支柱を設置することを選択している。2015年8月には台風、ソーデロアで施設が被災、数日の営業停止に見舞われたほか周辺の被災により客足が減少している。それでも2017年に無事開業50周年を迎え、その間に故障したのは開業翌年の1968年3月に 起きた一件のみで死傷者ゼロを継続している。直径5センチの死、柵4本で車体を支え、耐荷重は1本あたり226トン。直径2.6センチの鋭作2本が車体を、牽引する4線構想式。耐荷重は1本あたり47.8トン。ゴンドラの車体重量は2.8トンで、16個の滑車が主作上にあり、鋭作の牽引力で推進する。 主作は重さ50トンの重水4つを利用して重力や荷重を調整している。雲仙楽園の入園券あるいは併設のホテルの宿泊費に往復運賃が含まれている。鉄道、バスなどの公共交通機関のみ記載する。ありがとうございます。